妖怪ウォッチ10周年ということで、どうも、なおちんです。今年の夏休みですけども、妖怪ウォッチシリーズをやっていきたいと思います。ということで、妖怪ウォッチ2新打ち、持ってたんだけども、どっか行ったんだよね。なので、借りてきました。結構強いデータらしいんだけども、とりあえず見てみましょう。遊んだ時間は275時間。かなりだな。かなりやり込んでるね。ま、とりあえず見てみましょう。桜スポーツクラブからスタートしてますね。何をしてたんだろうね。パーティーが、ドロポックン、ドンドロ、犬神、ふぶき姫、ネタバレリーナ、スイコ。何のパーティーだろうね。対戦でもやってたのかな。まあ、とりあえず、どれぐらいの妖怪がいるのか、チェックしましょう。妖怪メダル。おー、控えのメダルが353個。かなりいっぱいありますね。おー、山吹鬼。レベル1だけど、おー、持ってるんだ。レジェンドいいね。で、これ、S ランクから見れたよね。おー、レベル99も結構いるよ。レベル99いる。あ、ランクになりました。ランクで見ていきましょう。まず、生ハゲ。生ハゲはね、間違いなく強かったよね。読み元帥。大桑の神が2体。レベル99もいるね。はいはいはい。タンクだったかな?で、鬼食い。命取り。この2体いいね。発電神。はいはいはい。2体います。で、天狗。小村天狗。お、めちゃくちゃいるね。キュービー。で、犬神。ぬえ。風魔さん。おい。いるいる。プラチナ角。素晴らしい。カブトムソウ。大角の神。ゴルニャン。海坊主。ちょっとこれ、タンクの優秀なやつ、いるね。プラチナ角から。結構海坊主まで。素晴らしいね。あ、大釜。はいはいはい。そう。妖怪ウォッチ2は、これだ。古典妖怪とかそういう感じのとこだったね。で、大ヤモリ、アツガルル、吹雪姫、百鬼姫、はいはい。で、スイコ、マスターニアだ。強かった気がする。で、アゲアゲハ。あ、こっからヒーラーかな?アゲアゲハ。大九段。大九段のコンが、役に立ったよね。レベル上げの時に。懐かしいな、絶王寺。で、新オーバーもいる。で、キリン、一角。すっごいいっぱいいる。虫歯伯爵、まだまだいるよ。虫歯伯爵、きらめき。いたね、こういうの。とどめきっていうのもいたよね。どどめきか。ドケチング。で、闇魔、はい。あれだよね。お賽銭を100回ぐらい入れないとダメだったっけ?なんかそんなのあったよね。で、ドンドロ、オイラン、富士見御前。はい。おねむのせい。で、土蜘蛛、ジョローグモ。ジョローグモ。竜神青龍、ヤオビクニ、イザナミ。はい。いた。いたわ。で、オロチね。で、影オロチ。光オロチは武士にゃん。あれ、光オロチいないのか。シュラコマ、山吹鬼。光オロチはいなかったか ?2 には。ネタバレリーナ。あ、これはレジェンドだな、ここは。これ全部いるんじゃない?うんちくま、イケメン犬、ヤマタン?あ、ヤマタンもいる!で、買い負け!厄介、不快、豪快、難解、破壊。破壊が強かった気はするね。で、ジバニャン S、コマさん S、コマジロー S! いいね、かわいいね。で、闇キュービー、光オロチいた!強かった気がするけどな、2では。で、鬼だ。赤鬼、青鬼、黒鬼。はいはい。山吹鬼もいたからね。はいはいはい。S ランク、むちゃくちゃいます。むちゃくちゃいる。いや、ありがたいね。はい。まあ、とりあえず、ソフト借りてきて、このデータで、やっていきたいと思います。確か、あやとり様、めちゃくちゃ強かった気がするけど、いや、勝った記憶がないな。まあ、とりあえず、ボス戦とかね、そういうのもやっていきます。はい。
ということで、ご視聴よろしくお願いします。では、ありがとうございました。